にちは。今年も来ることができました、バイコン US です。はい、こんにちは、バイコン US、 今年も来れましたということで、今日は前日ですね、1日前なんですけど、ウェルカムが始まっていて、ブースを私たちはやっているので、そこにこれから乗り込んでいこうというふうに思います。さすがに撮影するのまずそうなんで撮影しません。はい、去年もやっているので慣れたもんというとあれですが、無事にこれが手に入ったのでチケット受け取り行きます。もう結構1時間ぐらい待ってたから、はい、無事にチケットもらえたんで、ちょっと雑に入ってみましょう。はいはい、今年もねこれとともにやるんですが、今回はブースがあるので、すごいな、やっぱりポスター最初から流れてる。はい、バイコン US2023、 バイコン US2023 がこれから始まるということで、デイワンですね、これから今日はデイワン迎えるんですけれども、ブースの担当ということで朝早くに、オープンに合わせて今会場入りしようとしてます。もうすでにチケット持っているので、今年は裏側からというかですね、よりブースに近い方の入り口がオープンしているので、まあその方、そこから入っていこうかなと思ってます。今日から3日間ですね、パイコン US 楽しんでいきたいと思います。空いてるとこあるから、ちょっと今そこ行くと、まあ隣の人とかいると写真撮るのさ悪いかなと思ってさ、あの辺空いてるな、あそこのちょっと端っこ一個行くわ。あ、でもダメだ、入られて。まあでも俺真ん中通りたいから。Yeah, we considered like various like versions of that, and every time I was like, we think that like who would show up that you would feel uncomfortable asking for
like we can go for free. Even though we're trying to say, like, really, supposed to leave for real, like, you come here for free. おはようございます、2日目 Day 2がこれから始まるところなんですが、そうですね、結構寒いんですよね今年はね、ちょっと、厚めの服を着て今日は出かけようとしてます。もう昨日は夜ちょっと寒くて凍えるっていう感じでした。はい、ホテルからちょっと向かいます。1日目ですね、終わって、ね、やっぱりいろんな人と話せたり、昨日は APAC の、ミーティングというか夜のですね、食事会をして、フードコートでみんなでいろいろ食事したりして、状況の話とか、自己紹介したりいろいろしたんですけど、まあまあ楽しかったですね。やっぱりね、すごいいい感じのミーティング、ミートアップになって約15人ぐらいかな、15人ぐらいで話したんですけれども、結構楽しかったです。まあ、その後、企業パーティーに行って、結構賑やかな、大変、なんて言うんでしょうね、結構騒がしいパーティーだったんですけど、まあ、そこでも少し何人かとお話しして、で、まあ、最後に、アジアのメンバーたちと何人かで、まあ、最後ちょっと飲んで終わりという感じでした。カンファレンス自体は去年に比べて少し人数少ないんじゃないかなという感じはしてるんですけれども、まあ、それでもやっぱり結構、今まで会った人には会ってた人にも結構会えたし、いろんな人と声かけてもらえたりしててですね、すごく楽しく過ごしてます。まあ、キーノートとライトニングトーク以外はほとんどブースにいて、いろいろブースで、いろんな人の話聞いたり、アジアのパイコンなりエパックなりを紹介したりということをやってたんですけども、まあ、いろんな人が立ち寄ってくれましたし、まあ、今日もですね、いろいろその辺の話はできるんじゃないかなって期待をしてます。はい、2日目はそうですね、今夜はバイルディースオークションがあったり、あとお昼には、PSF のメンバーランチっていう、メンバーズランチっていう PSF の報告会がある会があったりするんですけど、まあ、その辺に参加しようかなと思ってます。まあ、ちなみに少し見ますか、こういう感じのこっちですね、向こうちょっと今見えないかな、向こう側には山が見えたりするんですけれども、まあ小さなダウンタウンなんですけれども、まあすごい綺麗で、すごいなんて言うんでしょうね、まあ、過ごしやすいですね。夜歩いててもすごいなんか、不安はないというかですね、まあ一人歩きはしてないですけど、一人で歩いてもまあ大丈夫かなという感じの場所でした。今日はいろんな人のインタビューを撮ってみたいなと思っています。はい、いろんな人のインタビューを撮りながら、皆さんにいろんな紹介できたらいいかなと思っています。特にアジアから来ている人たちがたくさんいるので、アジアのパイコンの紹介したり、あと日本から来ている人も結構ね、何人もいるんで、そういう人たちとの話をしてみたりという感じの一日になるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあそういうことで2日目も楽しんでいきます。はい、まだね、実は結構早い時間でそんなに人はいないだろうなと思いつつも、明日朝食が出てると思うので朝食食べに行こうかなという感じです。いい会場です。今はね、まだほとんど人が来てないんで、だだっ広い感じで、ほとんど人が来てないのでだだっ広い感じです。すごい。まあ、早速ちょっと朝朝食をブースで食べようかなと思っているので、食事を取りに行きます。はい、グッドモーニング。
Is this meat? Is it meat? Yes. Okay. It's bacon. Bacon, okay. Say. Every. Every.結構ね、ベジタリアンのメニューもかなりちゃんと充実してるんで、ビーガンとかベジタリアンも結構取る人が多いので、場所に、はい、こんな感じのブースですね。私たちのブースです。はい、日本からは折り紙を持ってきて、みんなで折ったり、いろいろしてます。ちなみに、こちらからか、フィリピンから持ってきてもらったお菓子、スナックテクエのお土産とかステッカーですね。あと韓国から、コリアから、あ、マスクだね、コリアンマスク。はい、まあ、コリアから結構いいお土産もぜひトークボス応募してくださいっていう感じで、トーク応募してもらったらこれを差し上げるみたいなことやってるようです。あと私たちが作ったステッカーですね、これもコリアチームが作ったステッカーがあって、で私たちは折り鶴をペーパーで出すという感じ、こんな感じのリズルをね、準備しました。あと香港から T シャツ持ってきてもらったりしてます。はい、まあ結構急ごしらえだったので、いろいろ と準備というかあれはできてませんけども、まあ、パックリージョンのいろいろ紹介ということで、結構立ち寄ってくれる人も結構います。はい、じゃあちょっと朝食取りたいと思います。インタビューやります？